大きな特徴は2つ、うん、あの壁があった時に乗り越えたか、うん、逃げたか、うん、もしくは父親に、まあ、親子関係ですね、うん、親子家族保護者から、うん、攻撃的破壊的なメッセージを受け続けたか、うん、でそれに立ち向かったかどうか、うん、っていうのがメンヘラの、うん、メンタルヘルス、はい、メンヘラの意味としては、うん、メンタルヘルス、うん、メンタルの健康を病んでしまった人が定義なので、うんうん、僕の定義は違ったんですね、やっぱりね。病んだ人ですよね、だから、はい、一言で言えば。で、うん、ここで取り上げているのは、それをナルシシズムと結びつけて、要はナルシシズムっていうのは、うん、他者への攻撃になってるよと、うん、っていう人のことを結構挙げてます、うん、でこの本では202ページで、うん、メンヘラ本人ができる4つの改善策、うん、こんだけしか咲いてないんですよ、うんうん、改善策に、うん、こんだけあってみたいな、こもう211ページあってうん、うん、改善策は202ページからなんですよ、うんうんうん、ちゃんと読みました。はい、じゃあここ簡単に紹介させていただくと、うん、まず1、うん、自分で立つ、うん、解決の入り口はね、うん、要は先ほども申し上げましたが、うん、自分を苦しめているのは、うん、事実ではなく、うん、事実の認識です、うん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 、なのでその A、うん、B、A が事象があって、うん、B があって、うん、そこに自分がいて、うん、結果の C がある、うん、要は B、うん、これは自分の自分がいます、そこに、うんうんうん、要はここで苦しんでるんですよね。自分の認識で苦しんでるって話です。自分の認識だけで苦しんでる、うん、要はただ実は怖くないものを怖がってませんかと、うんうん、でこれは怖くないのじゃない、うん、って聞くと、いやそんなことない、うん、怖いに決まってる、うん、って言うんですけど、うん、小さい頃何か嫌なことを体験すると嫌でないことも嫌だと感じてしまうように、うん、まあ、心ができてますよねと、うん、なのでその自分は理由もなくその感情を学習している、うんうん、同じ刺激が異なるコンテクストでは、うん、異なる感情になることに気づかないと、私たちは自ら作り出した感情連想の犠牲になると。要は言葉の意味をどう捉えるかで、うん、とか、まあその起きている事実を、うん、多分僕と体調って全然違いますもんね、うん、捉え方、なんかあのあれですよね、攻撃してるみたいなやつですよね。僕は結構すぐにクッてなるんですよ、うん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 、や言ったねって、うん、とか前のツイッターの話でも誰かのコメントに対して、あ、上島竜兵さんのやつですねうん、うん、65歳、60歳以上で事故を確立してないと自殺する人がいる、うん、っていう人に対して私は腹立つんですよ、うん、そんなこと言うなよ、そういうのがないですもんね、はい、っていう、カチンとくるんですね、うん、だからそれはもう悪いことを言ってるっていう前提に、攻撃してるっていう前提に入るわけじゃないですか。そうですね、うん、要はそうしてないと人は自殺するんですよって、うん、お前言ったなって、うん、する人がいるって話じゃないですか、はいはい、そこをどう捉えるかなんです、はい、する人がいれば1000人に1人でもいるんですよみたいなで僕の中ではそうやって言ったら、うん、本当に傷つくやついるだろうお前って、うん、お前何自分のとこにガデン飲水しようとしてんだよってなるんですよ。で多分そういう攻撃だと受け止めるみたいな話じゃないですか、はい、あ、今はちょっと分かりやすくやりました、はいはい、なのでこの第1章では被害妄想と相手から責められていないのに、うん、責められていると感じてしまう心理があるよねと、うん、まあ確かにそういう人は小さい頃常に責められていたかもしれないと、うん、なんで他の人とは異なったコンテクストの中にいますねと、うん、なのでそういう人はこのような神経回路が脳の中にできているのだから、うんうん、その回路を消滅させて、うん、新しい回路を作ること以外にないと、うん、なので根気強く何度でも、うん、私は批判されているのではない、うん、と自分に言い聞かせるしかない、うんうん、あなたが見ているものが、うん、全てがそうじゃない、うんうん、っていうふうに何回も何回もやるしかないよと、うんうんうん、あとは目の前の怯えは実は子供の頃の怯え、うん、要は、自分の子供の頃に批判されて怯えた体験を今再体験してるだけなんじゃないの、うんうん、っていうのと責められていると思い込んでいることに気づく、うん、同じことばっかり言ってますね、はい、であとはそれを、うん、要は繰り返していくと効果が
見えてくる、うんうんうん、これ209ページと210ページだけですね、うん、最前作は、うん、要はそれをもう繰り返し繰り返しやろうと、うん、どうしても自己主張できない人がいると、うん、今日こそは思い切ってやってみようってするけど、うんうん、言いたいことが言えないままだった、うん、でそのまたダメだったということの繰り返しの中で、うん、少しずつ言いたいことを入れようにする、うん、一度言えなかったと言って諦めない、うん、図にちょっとずつちょっとずつ言えるようになろう、うん、でここで言葉が出てくるのが、はい、イラショナルビリーフ、うん、いますよねイラショナルビリーフって始まった感じですね知ってます大将イラショナルビリーフ何ですかえ何ですか知らないんですか何ですか知らないんですかはいイラショナルビリーフ、うんうん、とはあのイラショナルビリーフはいイラショナルビリーフとはとはですね、うん、イラショナルビリーフとは説明しよう、うん、〇〇でなければならないはいといったような、うん、ある種、うん、事実に即していないような思い込みのことだと、うん、一方ラショナルビリーフは、うん、できれば〇〇である方が良い、うん、といった柔軟な考え方ですと、うん、なのでイラショナルビリーフではなく、うん、ラショナルビリーフが求められていますよと、うん、でこのイラショナルビリーフにはねばならないっていうビリーフ、うん、絶対うまくいかない、うん、世界は終わりだっていうビリーフ、うん、非難卑下的ビリーフ、うん、自分もしくは相手はダメなやつだという思い込み、うんうん、であとは欲求不満停滞性ビリーフ、うん、我慢ができない耐えられない、うん、これも思い込み、うん、これ全部、うん、単なる思い込みです、うんうんうん、かもしれないかもしれないぐらいできれば、うん、まあ〇〇であった方がいいなぐらいの柔軟な方がいいよと、要はそのイラショナルビリーフが自分の中にどっかにありませんかと、うん、でそれを探しましょう、うん、でそれを変える練習を積みましょう、うん、っていうのがこの加藤泰造さん、うんうん、厳しいですねやっぱり、うん